皆さんこんにちは。霊能者 YouTuber の雨宮玲香です。今日の心理のテーマは夫婦。この動画をご覧になっている方の中には、結婚をされている方、されていない方、結婚された後に離婚をされた方、いろんな方がいらっしゃるでしょう。夫婦というのはご縁があって一緒になった、でも1年5年10年20年共に生きてきた時に、その成長具合が違ってくる場合があります。もし違ってきたと感じたら、その心を信じてあげてください。ずっと一緒にいることが夫婦ではありません。私は別々の道を歩んで事業が大成功したり、不妊治療でなかなか子供ができなかった夫婦が離婚して、それぞれ愛する人を見つけて新たな夫婦になった時に、子供を2人3人と授かる様子をたくさん見てきました。離婚を推奨しているわけではありません。ずっと一緒にやっていきたい、ずっと一緒に夫婦でいたい、そう願うならそれなりの努力が必要です。夫婦関係で悩んで私の前にいらっしゃる方、大変多くいらっしゃいます。それは気持ちが行き違っていることに多くの原因があります。ご主人は奥様のことを考えて、外で一生懸命お仕事をする、クタクタになって帰ってくる、帰って寝るのが精一杯、そしてまた翌日出かけていく、そのループの中で奥様は寂しい思いをされていることがよくあります。もっと構ってほしい、もっと声をかけてほしい、もっと休日一緒に出かけてほしい、いろんな願いがあると思います。ただご主人の心を信じてあげること、奥様の心を信じてあげること、それぞれが自分の心に素直になって、お互いの心を思いやることで、また2人の間にピンク色のハートが見えることがあります。霊視をしていると本当にいろんな様子が出てきます。2人の間が冷め切っていても、そうやって間を取り戻すことはできます。自分がどうしたいか、その心に従って、プライドを捨てて、恥ずかしさを捨てて行動してみてくださいね。今日のテーマは夫婦でした。ご覧いただいてありがとうございました。